どうも、ヨネです。今日も一日お疲れ様です。毎日16時公開予定、マリオカート8デラックス第305回目、現在レートは6703レート、使いガーデン 150cc です。前回ゲーム業界のあれこれを話そうとして途中で終わってしまったのですけど、まあ、ちょっとプレステ絡みの話になっちゃって、まあ、任天堂絡みで今回は話を進めていきたいと思います。まあ、任天堂のゲームソフト、まあ、マリオ、カービィ、ヨッシー、ゼルダ、まあいろいろシリーズ、メトロイドとかね、F-Zeroとかね、いろいろあるんだけど、まあ好きなものは本当多いんじゃない、多い会社、愛されてる会社なんじゃないかなと思うんですけど、まあお亡くなりになられた前の任天堂の社長様、お名前ちょっと忘れてしまったので申し訳ないんですけど、あの方が本当とにかくすごかった。いろいろなアイディア、斬新なアイディアを出し、でそれが大ヒット大ヒットの連続を生み出し、まあ中では苦労のこともあったんでしょうけども、まあそんなことは我々はつゆ知らず、技術面もとてもすごい方だったっていう話はしております。まあそんな中で、まあそういった個人の話ではなく、任天堂がすごいなと思うところは HD 化というか、リメイク版というか作り替え、過去に出したソフトの作り直しを出さないところ。バーチャルコンソールとかそういったのが出てますけどね、それはそれでまたそれは楽しみだからいいんだけど、例えばまあ個人的にはすごく出してほしいんですけど、ゼルダンデスブレスオブザワイルド風、ワイルド的な何だろう、技術で、まあ普通に時のお金とかね、ムジェルの金とかね、まあ 3DS 移植だったりとか、移植っていうか作りリメイクっていうリメイクなのかな、あれ。あとはまあなくはないんだけど、こう何だろう、現行機っていうのかな、まあうわ、なかなかね、リメイクというか、スイッチが出たらスイッチにいいみたいな流れはないよね。